皆さん、こんにちは。今回はパリオリンピックで起きた驚くべき出来事と、それが引き起こした波紋についてお話しします。世界最高峰のスポーツの祭典で、なぜこのような問題が起こってしまったのでしょうか。そしてそれはオリンピック全体にどのような影響を与えるのでしょうか。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。まず衝撃的な出来事から見ていきましょう。8月7日、女子競輪競技の敗者復活戦で、信じられないミスが起こりました。残り1周を告げる鐘が鳴らなかったのです。競輪競技をご存じない方のために少し説明しますと、これは自転車競技の一種で、モーターバイクの後ろを一定速度で周回した後、最後の 2.5 周で全力疾走するスプリントレースです。通常、残り1周を示す鐘が鳴ることで、選手たちは最後のスパートをかけます。想像してみてください。あなたが選手だとして、何年も何年も練習を重ね、世界最高の舞台に立った瞬間です。そして、勝負の分かれ目となる最後の1周で、重要な合図が鳴らない。どれほどの混乱と焦りを感じるでしょうか。日本の太田りゆ選手が出場した敗者復活4組では、まさにこの悪夢のような状況が現実となりました。しかし太田選手は冷静さを失わず、レースを続行、見事にゴール直前で差し切り、1着でフィニッシュしました。ところがドラマはそこで終わりませんでした。選手たちがゴールした後に鐘が鳴り、トップでゴールしたはずの太田選手は混乱の中、そのまま全力でペダルを漕ぎ続けたのです。太田選手は後にインスタグラムで、この異常事態について、向こう側のミスで一周多くもがいた、体に染み込んだ周回数も絶対勝ちたすぎて、万が一を思ってゴールじゃん絶対と思いつつ踏み続けましたと投稿しました。この言葉からは、選手の冷静な判断力と同時に勝利への強い執念が感じられます。まさにオリンピック選手の真髄を見る思いがしますね。しかしこの出来事に対する世間の反応は厳しいものでした。 SNS では怒りの声が相次ぎ、こんな許されないだろ、普通に運営側が周回5人じゃダメやん、もうめちゃくちゃといったコメントが殺到しました。専門家からも批判の声が上がっています。元オリンピック選手で現在はスポーツコメンテーターを務める高橋尚子氏は、選手の集中力や戦略に大きな影響を与える可能性がある。オリンピックという世界最高峰の舞台で、このような初歩的なミスは許されないとコメントしています。さらに悪いことに、この女子競輪での不手際はパリオリンピックで続発している運営側の問題の一つに過ぎません。開会式での国名のごアナウンス、選手村での食事の質の問題、交通渋滞による選手の移動の遅れなど、大会運営に関する問題が相次いでいるのです。特に注目を集めているのが、陸上競技のリレー男子でのレーン分け問題です。予選で1着だった中国よりも2着の地元フランスが高レーンに配置されたことに対し、またズルーレット回したの、やってんねー、好き放題やなといった批判の声が上がっています。陸上競技では内側のレーンほど有利とされています。カーブを走る距離が短くなるためです。通常は予選の成績が良いチームほど内側のレーンを割り当てられます。しかし今回の決勝では、予選2位のフランスが3レーン、1位の中国が5レーンという配置になりました。まるでホームチームに有利なように操作されたかのような印象を与えてしまったのです。この決定に対し中国チームは強く抗議しましたが、結果は覆りませんでした。国際陸上競技連盟の規則では、準決勝と決勝のレーン割りはランダムに行うことが定められています。しかしこのランダムの解釈や実施方法については明確な規定がなく、今回の問題の原因となりました。中国のソーシャルメディアウェイボでは、フランスは自国開催の利点を最大限に活用している、これは明らかに不公平だといった批判的なコメントが殺到しました。一方でフランス側は規則に従っただけと主張していますが、この説明に納得する声は少ないようです。パリオリンピックの運営に対する批判はフランス国内だけでなく、国際的にも広がっています。
イギリスの著名なスポーツジャーナリスト、マット・スレーター氏は自身のコラムで、フランス人は恥を知れ、と厳しい言葉を投げかけています。スレーター氏は、オリンピックは世界中のアスリートが公平に競い合う場であるべきだ。しかし、パリ大会では主催国の利益が優先されているように見える、と指摘しています。アメリカのスポーツ専門チャンネル ESPN のアナリスト、ジョン・アンダーソン氏も、パリオリンピックは運営面で最悪の大会の一つになりつつある、とコメントしています。アンダーソン氏は、選手村の問題、交通渋滞、そして競技運営の不手際、これらの問題は、選手たちのパフォーマンスに直接影響を与えかねない深刻な事態だ、と懸念を示しています。これらの問題は、単なる運営上のミスではありません。オリンピックの公平性や信頼性を揺るがす深刻な事態なのです。特に、女子競輪での金のミスは、選手のパフォーマンスに直接影響を与える可能性があり、競技の公平性を損なう重大な問題です。競輪競技の専門家である元オリンピック選手の佐藤慎太郎氏は、次のように説明しています。金は選手にとって最後のスパートのタイミングを知らせる重要な合図です。これが鳴らないことで、レース展開が大きく変わる可能性があります。選手たちは常に周回数を意識していますが、高速で走行中に正確に把握するのは難しい。運営側のこのようなミスは、選手の何年にもわたる努力を台無しにしかねません。また、国際オリンピック委員会の元幹部であるディック・パウンド氏は、こう警告しています。オリンピックの成功は、公平性と正確性にかかっています。今回のような運営ミスは、大会全体の信頼性を損なう可能性があります。IOC と開催国は、残りの期間でこれらの問題を早急に解決し、選手たちが安心して競技に臨める環境を整える必要があります。一方で、パリオリンピック組織委員会のトニー・エスタンゲ会長は、これらの問題に対して、初期の混乱は避けられないものの、大会全体としては順調に進んでいる、と述べ、問題の深刻さを軽視しているように見える発言をしています。この発言に対しても、現実を直視していない、選手の立場に立っていない、といった批判が寄せられています。フランスのスポーツ専門誌は、パリオリンピック、栄光への道のりは険しいという見出しの記事で、これらの問題を詳細に分析しています。記事では、フランスは世界に向けて素晴らしい大会を開催する能力があることを示さなければならない。しかし、現状では、その能力に疑問符がついている、と厳しい評価を下しています。IOC のトーマス・バッハ会長は、我々は今回の問題を真摯に受け止め、パリオリンピックが終わるまでに必要な改善を行う、と述べていますが、具体的な対策については明らかにしていません。パリオリンピックの成功は、フランスだけでなく、オリンピック運動全体の将来にとっても重要です。近年、オリンピック開催に対する批判や疑問の声が高まっており、パリ大会の成功は、オリンピックの価値を再確認する機会となるはずでした。しかし、現状では、その機会を逃しかねない状況にあります。スポーツ社会学者のジャン・フランソワ・ムニエ氏は、こう分析しています。オリンピックは単なるスポーツの祭典ではありません。それは開催国の能力と文化を世界に示す機会でもあります。今回の問題は、フランスの組織力と管理能力に疑問を投げかけています。これは、単にスポーツの問題を超えて、国家のイメージにも影響を与える可能性があります。パリオリンピックの残りの期間で、これらの問題が解決され、真のスポーツの祭典として記憶に残る大会となることが望まれます。運営側は、選手たちの努力を尊重し、公平で安全な競技環境を提供する責任があります。同時に、世界中の観客や関係者も、建設的な批判と提案を通じて、大会の改善に貢献することが求められています。パリオリンピックが、これらの課題を乗り越え、スポーツの真の価値を世界に示す機会となることを、多くの人々が願っています。スポーツには、人々を結びつけ、希望を与える力があります。今こそ、その力を発揮する時なのかもしれません。今回の動画の感想や、
扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。